湘南平塚七夕祭りは、神奈川県平塚市で行われる七夕の祭りである、関東三大七夕祭りの一つ。開催日程は年度によって微妙に異なるものの、2007年までは7月7日と土日を挟んだ前後数日間に行われることがほとんどであった。2008年は7月4日から7月7日まで開催し、2009年からは、 最終日を日曜日にするため7月第1木曜から4日間の開催になったため開催日が7月7日に被らない年も出てくるようになった5日の開催7月開催の由来は当時は新暦による開催地がなく注目度が増加することや飾り物が旧暦の開催地に対し譲とできる利点があることなどを平塚市第7.8大市長の戸川貞夫が辞書で述べている ただし、例年梅雨が明け切っていないため、雨天になりがちで、観客動員上問題視する向きもある。実際、2015年は、開催期間中の全日程で雨天に見舞われた。2011年以降は、東日本大震災の影響等による安全対策優先のため、開催日程、エリア等の規模を縮小し、開催期間が7月第1金曜から3日間となった。 特に2011年は節電対応のため夜の七夕飾り店等が中止された。七夕飾りは自然体で約3000本、湘南スターモールには大型の竹飾りが83本飾り付けられている。七夕飾りは各商店が費用を負担しているため展示規模の縮小化が懸念されている。一方、市民の竹飾り参加が近年顕著となっている。 吹き流しなどに電飾がなされており、昼間とは違う雰囲気が楽しめる。仙台七夕の飾りは和紙で作られていて電飾がなされておらず、深夜は片付けられるのに対し、平塚の飾りはソフトビニール製で電飾がなされており、夜も楽しめるところが異なる。第二次世界大戦中、平塚市には海軍海悪章があったため、1945年7月の空襲で、 やけの弦となり、終戦後の1950年7月に復興祭りが開催された。その後、平塚商工会議所及び平塚市商店街連合会が中心となり、仙台市の仙台七夕祭りを模範とした第1回、平塚七夕祭りが1951年7月に行われた。 1952年と1953年には、平塚七夕運動が発表された。回数を重ねるごとに規模が拡大していき、1957年の第七回平塚七夕祭りからは、当時の市長である、戸川貞夫の方針により、平塚市の主催となった。1973年の第23回、平塚七夕祭りでは、駅ビル建設問題などの小問題から、 平塚市が一旦開催中止を宣言した。しかし、伝統の火を消すなと、有志が立ち上がり、商工会議所が開催している。1993年の第43回から、現在の湘南平塚七夕祭りとの名称となった。平塚駅周辺の都市整備により、2005年より開催期間が5日から4日に縮小された。さらに2011年以降は、 東日本大震災の影響等による安全対策優先のため開催期間が三日間となり主催が湘南平塚七夕祭り実行委員会となっている。なお、七夕祭り実行委員会は平塚市と平塚商工会議所が合同で組織している。二千二十年四月二日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け湘南平塚七夕祭り実行委員会から 2020年の七夕祭りの中止が決定が発表された。2014年までは市民センターでもキャラクターショーやラジオ日本、公開録音、マイディズニー・ジュニア公開録画なども用紙が行われていたが、耐震診断の結果2015年は使用不可となった。市内保育園、幼稚園、小学生、学童保育などの七夕飾りが掲出される。 七夕祭り開催中、会場周辺の道路は全面交通規制になる。ありがとうございます。